はい、どうも西色ライダーでございます。ドライブトークを3人でやりましょう。やりましょう。ということで、たくさん動画撮りましたね。撮りましたね。撮りました。これが最後の動画になるかと思いますが、まあお疲れ様ということで、はい、特にテーマはありません。今日一日、朝から、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。盛りだくさんでしたね。もうあっちゅう間だね。いや、本当あっちゅう間だね。あっちゃんにも来てもらって、いや、はい、本当そうですね、あっちゃんとの時間も短かったけども、すごい懐かしく感じますね、あっちゃんと。ねえ、だいぶ前、今日ですか、あれ今日だ、今日の話ですか、あれ、ねえ、そうですか、濃厚、濃厚、濃厚、楽しかったな、うん、いや、いろいろトラブルもあったし、はい、リクも泣いたし、リクちゃん泣いてましたトゲ刺さってました、トゲ刺さった、うん、ちっちゃいのが、薄いのがあったんだけど、いや、でもやっぱね、トゲ刺さった後、ちゃんと抜いた後に心のケア大事でしたね、あれね、素晴らしい、大事ですね、優しい声とワンピースごっこのおかげで泣き止みましたね。いや、素晴らしいね。もうあれ実用だとちゃんと抜いてないんだよね。あ、はい、すごい、うん、抜いたことにしたの。なるほど。結局ね、リクちゃんが大丈夫なら大丈夫、ね、そうね、うん、素晴らしいですね。さすが虹のマジック。トゲは取り除かなかったけど、不安を取り除いたんですね。そうそうそう、あ、これだ、よかったよかったよかった、素晴らしいな。ギリギリ出た、ギリギリ出た、今もう自分は恐怖って言おうとしたな。あ、なるほど。いや、恐怖でもいいですよ。不安、不安の方がね、今日、今日より不の方がやりました。今日はね、いや、昼間はそばを食べ、あ、そうだ、フードさんで、僕のおすすめの、いや、美味しかったですね、先にやるフードさん、そばを頼んで、僕がエビ天そばを頼んで、もしかしたら自分の天ぷらそばにはエビが入ってないかもしれんつって青い顔してました。震え上がってました。エビが2本あってのも、あの安心した顔、安心した顔、あるんやー、よかったですね、言ってよ。でもあれ、なんかそば屋ってなんかあるんですか。あれかっこ何々ってないですよね。もう天ざるみたいな感じじゃないですか。うんうん、もうカモとかなんか、はいはい、なんですかあれ、カッコ何入ってますよ、ナス入ってますよとかないんですよね。あ、入ってなかった、まあ、ないよね、うん、そういうのがやっぱ大事なんですか。いや、大事っていうか、まあそれがまあ分かる師匠的な、まあ分からなかったら聞いてって感じじゃないですか。なるほど、うん、多分そう、うわ、自分シャイだから、まあとてつもない、あ、聞けないな。シャイなんですよ、ね、シャイですね。いや、よかった、美味しかった、いや、美味しかったよね、素晴らしい、久しぶりに食べたんですけど、その後は、岡田屋、はい、白いお汁粉ですね。いや、美味しかったですよ、あれは。もう本当不思議でした。いや、なかなか初めて食べましたね。白めってないからね。はい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 、白いのあのお汁粉なのか、こうもう本当にえっていう。美味しかったです。僕洞爺湖っていうメニューだったんですけど、洞爺湖ね、なんかもう白いお汁粉の中に小豆、バニラアイスでくるまれた小豆が浮いてて、まるで洞爺湖の中島かのような。うん、そうだね、そのイメージでつけたんでしょうね。美味しかったですよ、岡田さん、ありがとうございました。そして我々ね、虹色ライダーさんにおごってもらいましたからね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。本当に前回はもうつるんがしするようにみたいに言ってたの、またもうつるですよ、またそうですね、たっぷりしっかりどでかい恩返ししないと。まあいいね、これね、もうどうしましょう、これは。やっぱ気にせず、気にせず、こうやって虹色チャンネルを入れて、なんとかね、虹色さんのチャンネル登録者数増加に、いや、そうですね、手助けできたらいいですよ、やっぱり。それが一番のもう虹色さんに、いや、ほんとね、いや、ほんとありがたいと思ってますよ。やっぱり群青さんと八神くんの力で、やっぱちょっとずつやっぱ上がってきてますから。我々の力なんてもう、まあまあ分かんない、群青さんの力は僕なんてもう何もない。本当に虹色さんが毎日しっかりアップロードしてることが、しっかりとチャンネル登録者数の増加につながってるなと、徐々に徐々にしてますよ。この能力だけはもうほとんどの人ができないですから、毎日、しかも1本じゃ大体複数上げてくれてますもんね。そして大体まあやってる人でも仕事してない人なんですよ。はいはいはい、ああ、1本 YouTube1 本または専業でね、 YouTuber 専業でやってる人なら分かるけど、そうっす、働きながら、働きながら家族サービスもしながら、フルタイムであげると、夜勤も朝もやりながら、すごい、高校高校高校育ても 100%120%、奥さんにも愛をどん
動画でも伝える伝えたか本当にいろんな角度から素晴らしいですね。いやそうですよ、して今もこの電話しながらちゃんとしっかり番組を回そうと、この虹代さん、あ電話じゃない、運転しながら、ね、運転しながら本当に、はいはいはい、運転もしてないのに、言葉は我々間違えまくりますから、本当恥ずかしいですよ、本当に。本当に。恥ずかしい。もう、遅くまで。何ですよ、これ。本当に。曲がるとこも間違えないしね、今。しっかり曲がりもいいよ、しっかり。自分来たからね。で、そして、はい、先ほどわさびで。わさびで、はい、いや食べましたね。もうね、ずっと食べたかったんですよ、わさびで。ありがとうございます。僕のわざわざ聞いていただいて。いや、本当に。何回言ってもいいので。めちゃくちゃうまかったっすわ。わさびやばいっすね。ガチでうまい。これやっぱりもうどこのね、ネットでもね、北海道の回転寿司といえばトリトン、花丸、名古屋家庭みたいなこと言われてますけど、わさびですよ、皆さん。伊達のわさび。これね、行く価値ありですよ。ぜひね、北海道に観光来る方、行ってみてほしいですね。大変おすすめ。美味しかった。まあ、めちゃくちゃ高いわけでもないから。そうです、そうです。あれは何なんですかね。うん。まあ、美味しい上に食べやすいんですかね。なんか、すごい。もう、気持ちいいんですよね、食べてて、なんか。気持ちいい。もう、こんな。してこんな感じで入ってきながらいなくなる。ああ、まあ前回も言ってましたけど。口どけがいいと。さすがに今回マウスピースは食べなかったですか。マウスピースって言ってましたね、前回。全然参考にならん食料してますか。すごい大きいエビでしたし、なんとかエビ、車エビみたいなやつ。まあ大エビみたいな。やってました。同じこのやってました。そんな感じでね、まあ、たくさん動画も撮りましたし、美味しいものも食べたしということで、本当にお付き合いありがとうございます。いや、こちらも来ていただいてね。本当ですわ、楽しい時間でしたわ。すっかり夜ですよ。いや、ちょっと帰り大変ですけども。いや、もう本当に頑張ってください。もう本当に、こう、常にフェイクしながら運転しますわ、今日。やっぱカリスマ先導になりたいから。ああ、スラムダンクの動画もたっぷり撮りましたもんね。また今度会うときはその続きやりたい。今回海南線まで。そうそうそう。行きましたね。両南線だね。両南線。こう行きましたね。両南。まあ次はいつになるかちょっとわかんないけど、まあ近いうちにできたらなと思っているので、またね、いろいろ考えて行きたいなと。いや、楽しかったね。思います。はい。ということで。この辺で終わりますか。じゃあ、あと誰言ってない。誰言ってないっけな。結構やったよね。じゃあちょっと僕リクエストしてみます。最後ソールドアウト。ああ了解です。しましてください。了解しました。オッケーオッケーです。いや本当に二条さん、ヤグさん。今日は本当に、ありがとうございます。あっちゃんもありがとう。あっちゃんもありがとう。Now wake up, people. またねー。